まあ日本の中で戦後の最大の、えー、まあいわゆる祝祭ですよねオリンピック万博って祝祭を、えー、もう一度繰り返すっていうことになってしまったわけですねなぜ日本は戦後の祝祭をもう一度同じように繰り返すのかっていうことをやっぱ考えざるを得ないと祝祭の前に必ず災害とか人災による大きな 喪失とか悲劇みたいなものが繰り返していると災害が繰り返すからこそその災害を乗り越えるために祝祭をやってるんじゃないかっていうような仮説を立てることができると祝祭を繰り返さなければいけない理由みたいなものをもし祝祭によって忘却するっていうことがまあ起こってしまったらこれは繰り返す祝祭っていうのはある意味で呪いになっちゃうわけですよね。つまりなぜ自分たちが えー、お祭りりを繰り返しているのかそれ自体を忘れてしまうそれれ自体を忘れてしまうためのお祭りに、まあ、変わりかねないっていう、まあ、危機感というのが、まあ、あって、えー、それがまさに今度の2020年25年の東京オリンピック大阪万博っていうものがその危険性をはらんでるという、まあ、そういう,こう危機感があったんですね。 えーまあ、たまたま今回は東田建設の,あのフロア使えるフロアが2つあったので2階上構成にすると、えー、片方を祝祭のエリア、えー、もう片方を災害のエリアというふうにして会場を分ける。でもちろんこれは え祝祭だけしか扱わない災害だけしか扱わないということではなくて祝祭から入った部屋はその祝祭の裏に災害の予感があってで災害から入った入り口でもその災害には祝祭っていうものが何らかの形でその災害をこう乗り越えるために存在しているとそういう構成を2階上で見せようとしたっていうのが展覧会の作り方ですね。 まあ、だから現代の問題っていうのはあの、まあ、僕の認識ではやっぱりソーシャルメディア以降の,あの問題だと思うんですよねソーシャルメディアを使って社,社会に参加しようというそのアクション自体が、えー、誰かにとっての攻撃になってしまうであるいはその既に存在している問題をより複雑にしたりより悪化させたりするっていうそういう悪循環っていうのが、まあ、今の一番の問題で。その我々自身つまり 大衆とか市民自身が加害者になるってことだと思うんですよね要するに祝祭と災害っていうこの展覧会のテーマに合わせると人々はソーシャルメディアを使って一年上お祭りやってるんですよねまあ、炎上っていうお祭りですよね誰かをスケープごとにしたり、えー、吊るし上げたりするっていうこと自体が一つの災害に変わって、えー、人々の傷を残していくっていうその祝祭イコール災害みたいなことがもうほとんどタイムラグなくというか あの表裏一体というかですねもう同時進行で進むっていうことがまあ多分今一番直近で起こってることなんじゃないですかね、う。ん